この番組はサッカー見るのもプレーするのも大好きな熱烈サッカーファンの情熱で育んでいく番組である。ジャイアントキュリーキックオフ宮崎。今週のキックオフ宮崎はテゲバシャーロ宮崎第11節の戦いを振り返ります。さらに宮崎学園高校女子サッカー部をご紹介。プロの指導者と全国を目指す熱い選手たちに迫ります。こんにちは。今週も始まりましたキックオフ宮崎。宮崎のサッカー界を盛り上げていきます。まずは先日行われました明治安田生命 J3 リーグ第11節。テゲバジャーロ宮崎はホームで岩手グルージャ盛岡と対戦しました。では前節のハイライトをキックオフ。およそ1ヶ月ぶりのホーム戦となったテゲバジャーロ宮崎。相手は今シーズン J2 から降格、暫定順位8位の岩手グルージャ盛岡です。試合は序盤から岩手が前がかりで攻勢に出ます。テゲバはディフェンダー青山が体を張って守ります。テゲバのチャンスは前半18分。粘り強くボールをつなぎ南野晴美、キーパーに弾かれサイド南野、しかしゴールネットを揺らせません。試合はスコアレスのまま前半を折り返します。後半に入っても拮抗した展開が続く中、テゲバは後半24分、チーム一の長身橋本圭吾を投入。その直後、橋本はヘディングで競り合い相手と激突。額が大きく腫れ上がります。この後ピッチに戻ってきた橋本は相手2人に囲まれながらもボールをつなぐと下沢がロングシュート。橋本が攻撃の起点となります。このまま試合終了かと思われた後半アディショナルタイム、ゴールキーパー上田のロングボールに永田と東出が走り込みます。そして相手のクリアミスを最後は橋本。橋本の今季初ゴールでテゲバジャーロが勝利。今シーズン初の連勝です。できる状態だったので、もうそのドクターと話して、まあ、出れるならすぐに出たいというふうに言ってたので、自分の前にこぼれてきたので、もう無心に、ゴール狙って振ったらゴールになったので良かったです。次も絶対に勝てるように頑張ります。今シーズン初の2連勝、順位も右肩上がりになっています。テゲバジャーロ宮崎は4勝4敗3分けの勝ち点15で10位に順位を上げています。明日ヴァンダーレ八戸とアウェーで対戦。都城市の街中広場ではパブリックビューイングも開催されます。テゲバのホームページをチェックしてみてください。また県内のその他のクラブの結果はご覧の通りになっています。そして6月7日水曜日には天皇杯の2回戦が開催されます。相手は J1 所属のサガン鳥栖。当日は宮崎から会場までの直行バスも運行されます。お申し込みはテゲバジャーロ宮崎のホームページ、または宮古シティ3階オフィシャルショップで受け付けています。歴史的勝利をつかみ取れ、起こせジャイアントキリング。
優勝目指して頑張りましょう。宮崎学園高校女子サッカー部、2020年に誕生した県内で最も新しい女子サッカー部です。実はここ普通のチームとは一味違うんです。それはカロメット。茨城です。そう、部員29人のうちおよそ3割が県外出身。部員の多くが宮崎学園でサッカーをするために入学しているんです。その理由とも言うべきチーム最大の特徴が、ビアマテラスのサッカーをしたかったからです。そう、指導を行うのはなでしこリーグ2部所属、ビアマテラス宮崎。宮崎の女子サッカーを盛り上げようと2020年に宮崎学園とビアマテラスが業務提携。全国でも珍しい現役プロが育成するサッカー部として新設されたんです。 OK、 出したら下がる、足動かして、立たない、ステップ。監督は去年までビアマテラスのディフェンダーとして活躍した江守さん。プロの目線で熱く選手と向き合います。やっぱり個人で勝ってほしいという思いがあるので、やっぱ1対1とか対峙の練習であったり、目の前の相手に負けないということで、3対3、4対4であるちょっとゲーム形式の練習を多めにしています。ここで宮崎学園女子サッカー部の魅力を選手の皆さんに聞いてみました。ビアマテラスの存在を知ってちょっと来てみたいなと思ったから来ました。他のチームはトップと試合したりできないけど、宮崎学園はトップと試合できて自分のできないところとかが見つかるのでいいと思いました。コーチもサッカーをやってらっしゃったので、一緒になって教えてもらったりとか、一緒にプレーができたりとか、他の学校じゃ普段できない経験だと思うので、すごくありがたいなと思います。鹿児島出身のエース西さんは去年忘れられない経験ができました。九州リーグとか皇后杯とか、なんかそのメンバーに選ばれて試合に少し出ることができました。高校1年生とか2年生の時にその試合とか出て、いい経験できたなって思います。あんまりできなかったけど、そのトップの選手たちが助けてくれて、自分の個性が出せました。全国大会出場もそうなんですけど、サッカーを通してこれからの社会に出ていく上での人間形成であったりとか、もちろん高校卒業した後、プロにならなくても、サッカーに関わっていってほしいなという思いで、私は指導しています。まず県で優勝して九州大会でも2位以内に入って全国大会に行くことと、もう一つ冬に高校選手権があるので、そこも全国大会出場、この2つの大きい大会での、全国大会出場目標に、頑張っています。全国目指して頑張るぞ。おー、教えてデゲバ。レッスン。最初はボール真正面に対してちょっと斜め45度ぐらいまっすぐ下げて、左足をちょっと浮かす、挟まりました。次は回転させるんですけど、そこでのポイントがちょっと右足を斜め上に上げるイメージでポンっていう。それでは最後に教えてテゲバ宮崎学園編、キャプテン坂本さんがスゴ技にチャレンジ。こちらです。これで一発で。一発？頑張ります。
功するまで終わりません。あ、わ、最高じゃん。はい、やばい。え、めっちゃ難しい。わあ、わあ、成功です。みんなも挑戦してみてね。